うん、打たれたら打たれたところ、さっき田中先生の稽古でもやりましたけど、打たれるぐらいのつもりで全部自分の方に来てもらえば技がスッと出てきますん で、 であとは間合いを開ける、自分が入る、でこの力の方向を少しずらしてあげる感じとか、はい、お互いに流動的にいきましょう。で剣の感じは相手が打ってきている方向をこれを弾いたり、ここで受け止めてここを何とかしようっていうことを忘れるために触れられないで剣使ってやってるんですけども、ここだけ打たれないように動いて手も使って構いません。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。はい、正面打ちでいきましょう、どうぞ。自由です。